あと1週間で誕生日だ。こんばんは、鈴木恵子です。12月3日月曜日のニュースをお伝えします。今日の夕食に出かけた時、駅前のコボ定食というところに入りました。そこではトマトチーズ丼ぶりとかいうのをやっていまして、500円だったんですけれども、とても美味しかったです。今日夕食は外食してしまったので、使ったお金は全部で1540円使いました。これは平均いつも1000円ぐらいなので、ちょっとオーバーしてしまいました。明日はちゃんと家で食べようと思います。あまり話すことがないので、今日はこの辺で失礼します。ありがとうございました。